端に咲いてる花を見ていて思った。なぜここに咲いているのか理由を知りたくなった。種はどこから来たんだろう、季節の風に吹かれ、そう遠く離れたこの空へ。思いがけないきっかけがあって、見えない糸に引き寄せられて、日差しの中にたどり着いたよ。自分がここにいるのは必然なんだ、出されてきたわけじゃない。花びらの周りの蝶は何を迷うのか、生き方がいくつあっても本当は決まっているんだ。やりたいことなんかなくて、何も求めず暮らしてた。この世界には奇跡があった。いつかどこかで思い悩んで、見上げた空に問いかけたって、地上の涙はちっぽけに見える。こうして夢を見るのは必然なんだ、描いていた未来図。気がする。